こまでは無事に来られたね。ロックなんとかが出るのはこの先だったっけ。町の人に話を聞いてみよう。何かわかるかもしれない。そうだな、それがいいだろう。ロックガガを殺すな。あれは大昔から生き長らえている学術的にも貴重な生物だぞ。ロックガガン殺してやだ。我々はロックガガンを殺すことを決めたわけではありません。来たのは調査のためです。だったらどうして軍が街道に展開しているんだ。そんなの必要ないじゃないか。ロックガガンが暴れて国民の皆様に被害が及んだ際、迅速に救助活動を行うためです。もうどこへ行ったんだろう。ロックガガン大人気だね。これじゃ下手に手出しはできないね。もともとは気性もおとなしくて人間に迷惑をかけることもなかったようだ。ロックガガン保護の声は日増しに高まってきている。しかし一方で街道を通れなくて困っているからロックガガンを始末してくれって声もある。どちらも民衆の本音だ。いずれにせよこの状況に具体的な対策をせず放置すればよ。困ったな。急いでユーリベルテへ行かなくてはならないのに。首都方面へ急ぐのか。それはあいにくだったな。すぐにはこの状況は打開すまい。どうする。教官、ロックガガンというのはよほど危険なモンスターなんですか。大きいという話は聞いているが、具体的にどのようなものかは俺も見たことがないのだ。まあ行くだけ行ってみたら。出てきたら逃げればいいんだし。私もそれがいいと思うわ。そうだな。ここで待っていたらいつ首都へ行けるかわからない。出発し。へえ、ここで実際に技術の研究をしているのね。何やってるんだよパスカル。この睡魔球で眠りを誘う研究をしてるんだって。この目みたいなのが右、左、重いパスカル大おー大丈夫かセリア。ソフィー、パスカルも起きたら、
揺れてる。地震か？何この砂嵐。みんな向こう見て。ここは？シェリア、しっかりしろ。みんな！ソフィー、大丈夫？ソフィー。ここはもしかしてロックガガンの、どうやら俺たちは奴の腹の中にいるようだ。お腹の中。嘘。いやー、いくらなんでもここまで大きいとは思ってなかったよ。パスカル、ずいぶん楽しそうね。ネバネバ。いやー、なにこれ。胃の中ってことは胃酸？急いでここから出よう。胃酸で溶かされても困る。先に進めそうなのはどっちだ？行けるとしたらあっちかな。口の方に通じてるといいね。そうでないとお尻の方から外に出ることになるしね。それだけは絶対嫌。もう信じられない。まあとにかく出発しようよ。進んだ先が頭であることを祈りつつさ。そうだな。急がないと消化されて結局尻から出る羽目になるぞ。いやみんな向こうを見てくれ。親みたいだね。あんなのも飲み込んでたんだ。ロックガガ好き嫌いないの偉い。信じられない。外観はほとんど損傷がない。見てみましょう。笛か。なんでこんなものがこんなところに。とりあえず持っていこう。何か他にも面白いものないかな。これは誰かが残した記録日誌のようだな。ここに書かれた記述が確かなら、ロックガガンが暴れた原因は今しがた戦ったモンスターにあるようだ。どうもあれは寄生虫で、そのせいでロックガガンが苦しみ暴れているらしい。寄生虫を全部退治すればロックガガンはおとなしくなるってこと？寄生虫の親玉は体が紫色らしい。そいつを倒せば寄生虫を根絶できるそうだ。それと落ちていた笛だが、あれを吹くとロックガガンを呼び寄せることができるとは。面白い。でも今はロックガガンの中だから使えないね。最後にこう書いてある。これを見た人よ、私に代わってロックガガンを救ってほしい。あくまでここから脱出することが最優先だが、寄生虫のこともなんとかできるといいな。外を目指しつつ寄生虫がいれば対処する形で構わないのではないか。そうですね、その方針でいきましょう。
いつになったらここから出られるのかしら。大丈夫だよ。それに俺たちだけじゃない、ヒューバートもいるだろ。それヒューバートのお守り、どうやら運が向いてきたらしいぞ。このロックガガンに好き嫌いがないおかげでな。ねえソフィー、好き嫌いしないといいことあるでしょ。うん、頑張る。教官、運が向いてきたというのは？この卵の殻はここの3にも負けない強さだ。おまけにこの卵は一定期間を過ぎると生理現象によって自然と体外へ排出される。そっか、卵の中をくり抜いて私たちがその中でじっとしていればお尻じゃない方ならシェリアも。もうそれ以上言わなくていいわ。嫌よ。好き嫌いは良くないって言ってたのに。まあいつ排出されるかわからないのであれば今は別の方法を探しましょうか。ロックガガンの笛ってここで吹いたらどうなるのかな。アスカル、この笛不思議だ。もう、ひょっとして笛の持ち主の研究者ってもう死んじゃってたりして。やめてよ。そう、やめてよ。嘘。あ、そこの壁、人の顔に見える。口元。セリア。おお、セリアの声ってこの笛と同じ周波数なんだ。で、ソフィー、どったの？お腹空いたからセリアに言おうと思ってたんだけど。まで進めばここから出られるのかしら。どうだろうね。一生ここで暮らすことになっちゃったりするのかな。パスカル、相変わらず楽しそうね。仮にそうなったとして、シェリアがお母さんでアスベルがお父さんでしょ。私とソフィーが仲良し姉妹とかかな。ロックガガンの中の家族、なかなかいいね。教官は？教官はね、おじいちゃんかな。パスカル、いやだな、冗談だってば。そんなに怒らないでよ。違う、後ろ。うわぁ、出た。紫色の寄生虫、こいつが。気を引き締めて、行くぞ。そうは耐えなきゃ。かわせるか。さあ、逃げ出せ。そのうち、ゆかれ。さすがだ。伊達に多くの敵と戦っちゃいない。やったか。寄生虫の問題は片付いたが、肝心の早く新書を届けに行かなくてはいけないのに。お守り破れちゃった。何か出てきたぞ。なんだこの粉は。どれどれ、見せて。フラクシー、胡椒だ。なんでお守りに胡椒が。揺れてる。これはもしや。うわっ、どうやら外に出られたようだな。故障のおかげなのかしら。ヒューバートからもらったものがこんな形で役に立つとはな。けど
なんでヒューバートは胡椒なんか渡したんだ。私たちがロックガガンに飲み込まれるって分かってたわけないよね。じゃあ一体何の意味があるのかしら。アスベル、ロックガガンどこ行ったの。いなくなってる。どうやらカイドウのそばからどいてくれたみたいだな。おかげでカイドウが復旧した。ストラタを代表して礼を言うぜ。ありがとうよ。しかし君たちあいつに何をしたんだ。寄生虫が救っていたようで、結果的にそれを退治しました。その後出口が見つからなくなり困っていたら。これはクリアスの守りか。あ、思い出したぞ。これは昔俺がヒューバートにあげたものだ。本当は砂状のクリアスを詰めるんだが、砂のクリアスが見当たらなくて胡椒を詰めたんだっけ。それをあいつ今もまだ持っていてくれたなんて。クリアスの守りは持ち主を守ってくれる力があると言われているが、中身が砂のクリアスでなくても効力があるのだな。これであいつが暴れることももうないだろう。本当に助かったよ。君たちがいなかったらロックガガンを殺さなくてはならなかったかもしれない。ロックガガン殺されない。ああ大丈夫さ。ところで君たちはどうして首都へ行こうとして。苦境に立たされている弟を助けたいからです。そのためにこの国の首都にいるある人に会う必要がありまして。そうか、うまくいくといいな。さて俺はそろそろ行くぜ。また会おう。さて街道も通れるようになったようだし、このまま首都へ向かおう。砂漠の中にこんなに大きな町があるなんて。ストラトは古くからデュープルマルという名のバルキネス・クリアスの力を用いて発展した国だ。バルキネス・クリアスを有効に用いる技術に関してこの国は世界一進んでいると言えるだろう。まずは預かった信書を頼りに大統領に直接面会します。それなら目指すのは大統領府だな。さて問題、大統領って何か知ってるか、ソフィ。みんなで選んだ偉い人なんでしょ。お、よく知ってたな。シェリアがね、ウィンドルとは違うんだよって教えてくれた。ウィンドルは王政だからな。でもどうして大統領や王様がいなきゃいけないの。みんなを守るためだ。だからこそラントもヒューバートじゃなきゃダメなんだ。アスベル、リチャードは私たちの友達で王様なんだよね。だったらどうしてみんなを傷つけるの。それは何か理由があるんだよ。ヒューバートのことが解決したら一緒にリチャードに会いに行こう。私はウィンドル王国のラント領からやってきたアスベル・ラントと言います。大統領閣下にお目通りをお願いしたいのですが、お取り次ぎ願えないでしょうか。帰国のオズウェル総督の親書もこうして持参しております。確かにお預かりしました。少々お待ちください。大統領、会ってくれるの。どうだろう、いきなり来て会わせろというのも考えてみれば乱暴な話だしな。お待たせいたしました。大統領閣下がお会いになられるそうです。ただお連れの方は恐れ入りますが、ご遠慮いただきたいのですが。だったら私たちはここで待っているわ。すまない、頼む。
頑張って。あ、ありがとう。それでは中にお進みください。あなたはストラタの大統領を務めるダビッド・パラディだ。その説はどうもかな。正体を伏せる気はなかったが、あの場であんな格好では信用してもらえないかと思ってな。入りたまえ。紹介しよう、アスベル君。君の弟の養父で実業家のガリード・オズウェルだ。オズウェル、君の息子は召喚命令に対し兄であるアスベル君をよこしたのだよ。あいつめ、勝手なことを。まずはアスベル君、君の話を聞こう。何のために我が国へ来た？ヒューバート・オズウェル総督は現在脅威にさらされているラント領にとって必要な人物です。そのことを訴えるために参りました。彼はストラタ本国の意向に背いたために召喚命令を受けたと聞きました。しかしラント領とストラタの公式な関係に基づいて考えた場合、彼のやり方は正しいはずです。どうか彼を咎めることなく公正かつ賢明なご判断をお願いします。私のもとにはオズウェル総督は総督としての資質に欠けるものだと報告が入っているが。そんなことはありません。私だけでなくラントの民の間の評判も上々です。なるほど、オズウェルの話とは随分食い違っているな。私が召喚命令を出したのは君の弟に詳しい話を聞きたいと思ったためだ。我が軍はラント一帯のもっと広い地域を管理下に置けるはずだった。それに伴いクリアスの採掘量ももっと増えるはずだった。これはラント領に関する報告書ではありませんか？君の報告だけでは心もとなかったので調べさせた。アスベル君、君が託された信書にも報告を裏付ける内容が書かれていたよ。さてオズウェル、君は総督にラント周辺地域への積極的進攻を指示していたようだな。私はそのような命令をした覚えはない。これはどういうことなのだ？君は内乱の長期化でラント周辺が政治的に空白となれば楽に支配できると考えたのだろう。だがそうならなかったからといってこちらからわざわざことを構えようとするのはどうか。しかもそれを私に隠れてやろうというのはあまりにも私をないがしろにしていないかね。いや、ないがしろどころではない。これは国家反逆罪にも等しい重大な問題行為だぞ。我が国の最高責任者は誰だ？君はいつから私に代わり大統領の地位に就いた？隠れてやろうなどと滅相もございません。私はただセルディク大公との秘密同盟から我が軍の進駐までラント政策はこれまで常に君の主導だった。だが今後彼の地のことは私が直接取り仕切る。君にはここらで手を引いてもらいたい。何ですと？今まで私がラントを手に入れるためどれほどの苦労をしてきたかは閣下もご存知のはず。その上で私に手を引けとおっしゃる。もし君が拒むなら私は君の越権行為を査問委員会にかけなくてはいけなくなるぞ。閣下のお心のままに。オズウェル、もういい、下がるのだ。失礼いたします。
それにしてもアスベル君は弟君のことを随分高く評価しているのだな。彼は優秀な人間です。加えてラントとストラタ双方の架け橋となれる存在でもあります。ヒューバートのことは私も信頼しているよ。しかし彼の今のやり方では我が国のクリアスの需要を賄いきれないのも事実だ。今のままなら私は彼をいずれは更迭せざるを得ない。そんな政治的判断に。クリアスの問題が解決すれば、閣下、少しだけ。それは構わんが。もちろんです。そうか。どんな人だった？すでに会ったことのある人だった。ほら、セイブルイゾレの町とロックガガンのところにいた。あ、でもそれなら。いや、そもそもストラタはあいつのやり方では。だから総督の首。それを思いとどまらせ。それは難しい問題だな。そもそもストラタにもバルキネス。そうか。そうね。これはそうしよう。バルキネス・クリアスの調子が思わしくなかったから、クリア。しかし原因が分かったところで一体どうしたらいい。これ持ってって大統領に見せてごらんよ。これはバルキネス・クリアスの絵か。バルキネス・クリアスのことで悩んでるなら詳しい仲間がいるから見てあげますよって。詳しい仲間って。パスカル、バルキネス・クリアスのことが。わ、少しだけどね。前に文献で。パスカルって何でも知ってるのね。何でも知りたくなっちゃう性分なんだよ。まあダメ元で。わかった。うん。アスベル君、よい。閣下、バルキネス・クリアスの不調に関して。そこへ目をつけたか。こちらの絵をご覧ください。これを描いたのは私の仲間です。彼女が言うには。なるほど。どこまで調べたのか分からん。研究者を送り調査させたところ、根元部分からアンマルチア。アンマルチア族。ここまでは知らなかったか。そうだ、意向がバルキ。私が君にここまで。残念ながら我が国君の仲間に。では調査を受けようことで。調査するだけではダメだ。わかりました。我が国のバルキネス・クリアスがあるのはここから西にある砂漠の遺跡の中だ。身分証を支給しよう。それではよろしく。みんな、待たせた。どうだった？パスカルの絵を見せたら、これからすぐに。よかった。パスカルのおかげで。いいよいいよ。で、バルキネス・クリアス。西の砂漠にある遺跡の中から。よし、行ってみるか。見て、人かと思ったら砂が固まって。人の往来がほとんどない場所だからこそ崩れずにああなったのだろうな。それにしても、なぜアンマルチア族はわざわざこんな砂漠の中にバルキネス・クリアスを置いたのかな。パスカルはね、逆にバルキネス・クリアスのせいで砂漠化したんじゃないかですって。なぜセリアが代弁をしている。めんどくさいんですって、しゃべる。ここがストラタのバルキネス・クリアスがある遺跡か。何者だ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。
大統領閣下からバルキネス失礼いたしました。バルキネスクリよし。すごい、これがストラタのバルキネスクリアス。リューポルマルなんだね。初めて見たよ。でもちょっとくすんでるね。大統領閣下の許可を得て調査にやってきました。バルキネス・クリアスを拝見してよろしいでしょうか。大統領の許可があるなら構いません。どうぞ。ああ、なるほどなるほど、こうなってるのか。見るからに壊れてるところがあるから、ここが変に干渉してるんじゃないかな。だったらこれをぐるぐるってやって、最後にガッと。これは適当にいじっただけなんだけど、結果オーライみたいだね。あなたたちは一体。なぜここに。おい、返事をしてくれ。リチャード、やめて。ダメ、俺はリチャード、戦っちゃいけない。邪魔をする気か。必ず生き残れ。落ちろ。何をしてる。これが世界をもっと知るといい。うん、それで何を教わったの。うん、昨日はね。あれ、教官なんで逃げるの。リチャードは。何を。何をするつもりだ、リチャード。こんなバカな。バルキネス・クリアスが空っぽに。ダメです、すべてのケーキが残量なしと出ています。貴様の顔を見ると虫塚走る。貴様がいる限り安息の時が訪れることはない。いずれ決着をつけてやる。覚悟しておけ。待って。ソフィー、どうした。ダメ、リチャードは友達。ダメ、みんな悲しむ。ソフィー、しっかりして。もう平気。アスベル、リチャードのことなんだけど、このまま放っておいたらいけない気がするの。でも
リチャードは友達。戦うなんて、いけないよね。なのに、私、戦おうとして。ごめんなさい。ソフィー、俺たちも同じ気持ちだ。戦う前に、なぜあんなことをしたのか確かめないと。しかし、一体何が起こったというのだ。リチャード陛下がバルキネス・クリアスの力を吸い取ったというのか。お手上げ。こうなったら私にもどうにもできないよ。なんてことだ。バルキネス・クリアスがなければ我が国の将来はどうなるんだ。アスベル、大統領には何というつもりだ。とにかくありのままを大統領に報告するしかないと思います。リチャード、ラントで最後に会った時と様子が似ていた。一体どうしてしまったんだ。アスベル、リチャードはもう元に戻らないの。そんなの嫌だよ。いや、そんなことはないはずだ。とにかく一旦大統領のところへ戻ろう。これ以上ここにいても仕方ない。